はい、こちらパンダのアイスがあるんですけれども、これ可愛いよね。こういうねキャラクターとか動物の形をしたものってめっちゃおしゃれなんですけれども、これパッケージですよ。じゃあ実物はどんな感じなんでしょうか、見ていきましょうか。お前誰だよ、パンツを逆に履いたミッキーみたいになってる。はは、ちょっとねこれわけわかんないですねこの茶色い部分というかキャラメル色、これお前どこ、パッケージいないよね。まだ黒があるのはわかるんですけれども、内臓かなんかでしょうか。なぜキャラメル色が出てきてるのかわかりません。はい、こちらね、スプーンだよね。まあまあちゃんとしたやつなんですけれども、何がおかしいんでしょうか。こちらね、ちょっと左上に問題があるらしいので見ていきましょう。フォーク、それでもまあ許せるわ、使えるもんね。もうこういうのってだいたいそういう風に書いてあるけど使えないのが多いんで、これに関しては多分使えるよね。まだ開けてないからわかんないけど、だけどちょっとフォークの文字を変えてしまった、そういうミスですね。まあ許せますよ。はい、こちらポップタルツということで、このねシュワシュワというかクリームとかいろいろ乗ってるこういうタルトなんですけれども、まあ体に悪そうな感じで美味しそうではないですが、まあこれケロッグから出てるよね。普通に有名なとこだよ。でね、これ実際のものがどんな感じか見ていきましょう。あ、これたまたまかかっちゃっただけ？いや、これもう、なさすぎにも程がありますね。たまたま隣のレーンからかかっちゃったみたいな、そんな感じですよ。本当は生地だけだったんでしょうか。色もついてるからね。あれですけど、これを商品として出すのはやばいですね。はい、こちら。まあね、ここに、エルモのぬいぐるみがあるんですけれども、ちょっとね、上の方がやばいことになってるらしいので、見ていきましょう。あ、もう禁止ろ。これね、本来はね、ギューってしてる可愛いやつなんですけれども、ちょっとね、手の位置が、これはやばいですね。めっちゃ苦しいんでそうだもん。これは教育上良くないんで、まあ、ちょっと運んでる途中に、たまたまね、口に手がいっちゃったっていう、そういう話ですね。はい、こちら。あー、かわいいね。クマさんが、まあ、カンガルーみたいになってるね。普通に考えて、ありえない状況なんですけれども、まあ、かわいらしいですね。しかしですね、ちょっと、このクマさんに問題があるらしいので、見ていきましょう。あ、化け物か、お前。ちょっとゾッとするわ。これ、生えてるんだ。なんか子供がね、入ってるのかと思いきや、これ、体から生えてるんですね。もうこちらに関してはちょっと絶叫ですね。怖いよこれ。カンガルーも実はそんな感じとか？やめてください。ちょっと想像もしたくないですね。これは怖いよ。はい、こちら。このキャラクターの、まあ、風船的なやつですね。こういうね、キャラクターの風船ってめちゃくちゃいいんですけれども、ちょっと、この風船を膨らませた時がひどいらしいので見ていきましょう。ケロミ、殺して。あ、もう限界来てんじゃん、これ。自爆する気？怖いね、これね。まあ、左のパッケージを見る感じ？これは実物というよりはイラストっぽいですね。これに関しては普通に偽物だと思うので、こうなってしまうのは仕方ないですね。実物が載ってないから嘘っぽいですよ。はい、こちら。ミニーのね、まあ、ちゃんとした人形というか、おもちゃなんですけれども、こちら、この下にある白いところが光った時に、ちょっと問題があるらしいので、見ていきましょう。あ、お前、ラスボス？怖すぎでしょ、これ。私を倒してみよう、みたいな感じでさ。ラスボスってミッキーじゃなくて、ミニーだったんですね。裏の顔みたいな感じですよ。これはちょっと怖いね。はい、こちら。このクマさん、かわいいね。なんかね。よくあるぬいぐるみなんですけれども、ちょっとね、この本体に問題があるらしいので、見ていきましょう。エビフライ？何これ？あ、手の部分は偽物だったんだ。ちゃんと繋がってるのは足の方だけだったんで、もうこちらに関してはね、恐怖でしかないですよね。なんでそこから取ったんだろうって感じがするんですけれども、なぜか、そこだけ別々になってるっていう、そういうやつですね。ちょっとこれは怖いよ。はい、こちら。中国とかで有名なフォーチュンクッキーありますよね。砕いて食べるやつ。しかしですね、ちょっと問題があるらしいので、見ていきましょう。あ、仕事はうまくいくよ。あ、もう中身出てんじゃん。見させないんだ。フォーチュンクッキーってね、このクッキーを割った先におみくじみたいなものがあるんですけれども、まあめんどくさいからもういいでしょ、つって出てきましたね。で、まともなこと書いてあるね。仕事うまくいくよっていう。
いい迷惑ですね。嬉しいのか嬉しくないのかわかんないわ。クッキーだけ食べろっていうことでしょうね。はい、こちら。ミュージカルインストゥメントということで、楽器のおもちゃかな？なんか小さいトランペットとか、ドラムとか入ってるんでしょうね。見ていきましょう。あ、ある意味楽器だわ。すごい不謹慎だよ、それ。確かにパンって音するよ。でもそういうことじゃないと思うよ。楽器じゃないから、それ。もうモザイクレベルなんですけれども、そういうこと言わないでください。不謹慎ですよ。はい、こちら。ああ、いいね。なんかね、お風呂で、のんびりできる的な、そういうやつなんですけれども、なんとかシートということで、多分お風呂のやつなんですよね。でね、ここになんて書いてあるのか、見ていきましょう。トイレットシート。あ、もういろんな使い方しちゃってる？これトイレットシートってこれどこに使うの？便座に貼り付けるのかな？それとも下に置くんでしょうか？もうこれね、なぜかお風呂で使ってる、そういう感じですね。やばいですよ、これ。はい、こちら。クレイジーフォームということで、あれですね、髭剃り用のそういうやつなんですけれども、こちらキャラクターのやつが書いてありますね。しかし、そのキャラクターにちょっと問題があるらしいので見ていきましょう。あ、それ泡吹いてんじゃねえか。もうモザイクモザイクこれ。ダメですね、それはね。こちらは普通によくありませんよ。なぜそこに出入り口を作ってしまったんでしょうか。ちょっとこちらはね、もう一度考え直してほしいですね。そこにあるべきではないと思いますよ。はい、こちら。このね、練乳いちごミルク。これあるんですが、めっちゃ美味しそうだよね。なんか、いちごの果肉が混ざってそうな、そういうやつなんですけれども、ちょっとね、飲んだ後の写真があるので見ていきましょう。ん？赤いのが模様として残って、あ、これただの模様か。やばいな、これ。これ、許されるのはやばくないですか？頭いいよね。こういう果肉っぽい表現をつければよくね、みたいな。だいたいね、こういうの混ざっちゃうんで美味しさが減るんですよね。しかし、これをすると、できますっていう、そういうやつなんですが、これに関してはもう、拍手レベルですね。頭がいいと思いますよ。かっこ皮肉ですけど、これはすごいと思います。はい、こちら。こちらはですね、何なのかというと、アベンジャーズって書いてありますね。アベンジャーズのやつなんですけれども、ちょっとね、左側に問題があるらしいので見ていきましょう。お前は、あ、お前絶対アベンジャーズじゃねえじゃん。おもちゃだよ、お前は。なぜかね、アベンジャーズのところに、バズが入ってしまったっていう、そういうやつですね。ちょっと、勘違いですよ。はい、こちら。くるみ割り人形なんですけれども、ネズミですね。だって真ん中がちょっとおかしいようなので、見ていきましょう。あ、ここに牙があって、んで、口の下に、あ、顎から生えてんの？これちょっとミスってますね。確かにね。これね、わかりやすくするんだったら、口いらないですよね、上の方ね。でもちょっと可愛くするために、歯をつけたんですけれども、絶対ここの歯いらないね。間違ってるよ。ちょっとこれは良くないですね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。スッ！